さあやっていきましょうか。つむつむ、セブンスアニバーサリーおめでとうございます。ということで、だろう。持ってるつむつむを全部やってみよう。全キャラないけど、とりあえずまずはこのアナキンスカイウォーカーからやっていこう。持ってるつむをね、今日1日限定プレイし放題なので、ね、とにかくやっていきましょう。なんかね、嫁さんとね、久々にね、つむつむをね、やろうっていうことでね、なんか一時的にハマっちゃってます。うん。ちなみにうまさ期待しないでください。なんかね、修正が入る前のアリを使いまくってね、なんか最高点2000万点くれたまあ、あのちょっとね、つむつむこんなのありますよっていうのをただただ紹介していくだけの動画になるんでね。あ、ダンスビーだと同じようなツムツムだと思ったら全然違った。なるほどね、仮面をかぶってるかかぶってないから、こんなに、ね、軽さが違うってことで、もうめちゃかっこよかった。全部なんかピスパゴミなんで、24個ってでもめちゃめちゃ貯めなくちゃいけない、つらいながら。かっけえかっけえ、マジでかっけえ。へぇー。ただね、思ったより点数が伸びてなくてびっくり。24個の線を潰して1回やらなくて、やらなくていけないっていうくらいの難易度が高いんですけど、やらなくていい感じで。いい。かっけえ。かっけえな、でも。ちなみに皆さん、スターウォーズどの人で、どれが一番好きですかね。僕はやっぱもうシックス、シックスのね、あの最後の終わっちゃったシックスのあの最後の曲がね、たまらなく好きなんですけどね。ということで、おっ、レベル上がったね。いい感じですね。ということで、はい、こんな感じですね。見ていただいた通り、とりあえずアナキンスカイウォーカーはライトセーバー3回振るというスキルを持ったつもりでした。